ジャック・ベルナール・ジャッキー・イクスは、ベルギー・ブリュッセル出身のかつて海一で活躍した元レーシングドライバーである。また、ルマン24時間レースで6度の優勝経験を持ち、ルマンのキングと呼ばれる。兄のパスカル・イクス、娘のバニーナ・イクスもレーシングドライバーとして活躍した。1945年1月1日に、ベルギーのブリュッセル近郊であるブレーン・ラルードで生まれた。 父親のジャック・イクスはレースである程度の成功を収めた後に著名なモータージャーナリストになっており自宅で開かれるディナーパーティーにはファンマヌエル・ファンジオやスターリング・モスが招かれるなどレース業界とは近い環境にあり8歳年上の兄パスカル・イクスも二輪レースで成功を収めていたがジャッキーだけは子供の頃打ち気かつ無気力でレースにも彼らスーパースターにも 全く興味を持たなかった。13歳の時、父に連れられベルギーグランプリを見に行ったが、終了後、また来年も見に来なくちゃならないのと聞いたという。また学校も勉強も嫌いだった。しかし14歳の時、何の目的も興味も持たない息子を、心配した父が、勉強の励みあるいは何か熱中する目標にでも、なればと 50cc のバイクを買い与えたのがきっかけで、 トライアルに熱中するようになったが、まだ免許が取れないので自宅裏にあった林道で走っていた。16歳で学校を中退、いくつかのロードレースで優勝するようになり、17歳の時、鈴木のファクトリーチームからテストに参加するよう誘われて、合格、ベルギーグランプリとドイツグランプリに出場できるはずだったが、国際モーターサイクリズム連盟のレース参加規定には18歳以上という、 年齢制限があり、出場できなかった。1961年から1963年まで、センダップの 50cc で、ベルギー国内チャンピオンとなり、18歳の時、センダップと BMW を販売していたディーラーから、自分でメンテナンスすることを条件に BMW700 を対応されたことを契機に4輪に転向、ヒルクライムに出場するようになった。デビュー戦は、 ラローシュで行われたヒルクライムであった。予選は晴れていたが決勝は土砂降りでオーバースピードでコーナーに入って TV カメラの目前でスピン、バンクに衝突してひっくり返ってしまい、これがベルギー全土に TV 放映されて有名人になった。その後はロータスコーティナに乗った。1964年から1965年にかけてベルギー報道と契約。 フォード・コーティナやムスタングでヨーロッパツーリングカーレースに出場。その間15ヶ月間の兵役につき AMX-13 戦車を操縦しており、除隊時自動的に自動車免許を取得した。1965年と1966年のスパ 1000km を連覇したことなどからケンティレルの目に止まり、テストを受けて合格、結果さえ良ければ、 会2に,にステップアップもあるという内容で F3 の契約をした。ただ実際には会2で走ることの方が多かったという。自動車はマトラコスワース会2。会1との混走だった西ドイツグランプリ予選で会2最速を記録したが決勝はリタイアに終わった。最高位はアルビの4位。ニュルブルクリンクで行われた西ドイツグランプリにおいてティレル会2チームから参戦。 予選において、ジャッキー・スチュワートなど並いる、第1ドライバーをしのぎ、ジム・クラーク、デニス・ハルムに次総合3位に相当する予選タイムをマークし、注目を浴びた。決勝グリッドは、第1の後ろとなるにもかかわらず決勝でも4周目、終了時には12台を抜いて5位を走行、サスペンション故障により、リタイアに終わったものの F1 チームのマネージャーたちに、 対する強いアピールとなり、負傷したペドロ・ロドリゲスに代わる形で、クーパー・マセラティでの F1 ワークスシートを獲得、初戦の9月10日、イタリアグランプリで早くも6位入賞を果たした。この年、ティレル・マトラ会2で、優勝3回、3位2回を挙げて、ヨーロッパ会2チャンピオンとなった。フェラーリ312を軽いクスクリス・エーモンのナンバー2、としてフェラーリへ移籍。母国、 ベルギーグランプリで3位に入り初の表彰台を獲得。フランスグランプリで大雨の中初優勝し、依頼雨に強いドライバーとされた。ドイツグランプリではポールポジションを獲得する活躍を見せた。23歳と216日は当時の史上最年少ポールポジション記録であった。9月第10戦となったカナダグランプリで予選中、 エンジンの吸入が悪く改善をしようとチームは変更を加え、いくつは走行してみて、スロットルリンケージが全開時に引っかかり気味になって危険である胸感じて、ボッサーリ・ジュリオに何度も繰り返し伝えたが、ノントラブルだと言われ3度目のトライアルに出て、スロットルが戻らなくなりコース外に飛び出し左足を骨折した。このことについて、ボッサーリ・ジュリオは十五年ほど後に、辞書で、あの時、 もっと気を配っておけばよかったと書いており、また、イクス自身も自分で納得できない異常を感じたら、潔く車を降りるのも勇気の一つだと書いている。この時は、アメリカグランプリこそ欠場したものの回復が早く、カナダグランプリから40日後の最終戦、メキシコグランプリにはギプス固定しつつ出場している。ベルギー、イギリス、イタリアで3位。 オランダと西ドイツで4位を獲得し、ランキング4位となった。ブラバム時代のイクスブラバムへ移籍し、カナダと西ドイツで2勝。このうち西ドイツでは完全なポール・トゥー・ウィンであった。イギリスとメキシコで2位、フランスで3位、オランダで5位。ジャッキー・スチュワートに次ぐドライバーズランキング2位となった。ポールポジションも西ドイツ、カナダ、メキシコで獲得している。 この年早々にチャンピオンを決めていたスチュワートと第9戦カナダグランプリにてデッドヒートとなり接触して両者スピンしたがスチュワートはコースアウトしてリタイア、イクスは2回転してそのままレースを続行できて優勝となりコーナーで弾き飛ばして勝利したと非難されたが実際にはイクスは表彰台から降りてから謝りに行きスチュワートはフレンドリーにもうそんなこと忘れろよと言ったという ナンバーワンドライバーとしてフェラーリへ戻った。マシンはフェラーリ312バイト。ランキングトップだったヨッヘン・リントの事故死を受け、非公式ながら死んだ人物からチャンピオンを奪い取るわけにはいかないと発言している。しかしながらこれは八オチ発言というわけではなく、リントが死亡したイタリアグランプリの前線オーストリアグランプリ終了時点で45ポイントを 獲得して、ランキングトップだったリントに対して、トップのリントは、愚か、ジャック・ブラバムの25ポイント、デニス・ハルムの20ポイントにも遅れを取る19ポイントを獲得していたに過ぎなかった。状況としてはトラブルでリタイアを余儀なくされた、イタリアグランプリを除く最終参戦を3連勝して、ようやくリントを1ポイント上回るという大差をつけられており、 本人の意志に関わらずもともとタイトルを取れる可能性は非常に小さなものであった。実際にはこの最終参戦を最終戦メキシコグランプリの優勝を含む優勝2回4位1回で、オエコの参戦だけで21ポイントを稼ぐ大健闘を見せているが、この頑張りは手を抜いた走りをするのは凛とに失礼という思いがあったからである。後に、 最終戦を優勝したイクスにリント夫人がカナダグランプリを優勝した時にはこのまま全部勝ってしまうのではないかと思ったと言ったという。それに加え最終的にこの年のランキング2位を獲得できたのはブラバムやハルム、さらにオーストリアグランプリ終了時点で同点だったジャッキー・スチュワートがシーズン終盤になって失速したことに助けられた部分も大であった。この年が キャリアの中でも最もチャンピオンに近づいた年となった。マシンはフェラーリ312バイトにチャンピオン候補のナンバーワンに挙げられていたがオランダグランプリとノンチャンピオンシップのリントメモリアルホッケンハイムで勝利したに止まった。この年もフェラーリをドライブした。しかし西ドイツグランプリで一勝したに止まった。フェラーリのエースとして開幕を迎えたがチームとの関係は悪化しており、 さらにニューマシン312バイト3の開発が難航しフェラーリはイギリスグランプリの後回1を休止、その間ドイツグランプリで3代目のマクラーレン M23 を借り、2代のティレルに次ぐ3位表彰台を獲得。再びフェラーリに戻ったが、オーストリアグランプリ用の新型 B3 は、セカンドドライバーのイタリア人、アルトゥーロ・メルザリオのみに委ねられた。結局シーズン終了を待たずして、 フェラーリより脱。最終戦アメリカグランプリでフランク・ウィリアムズ率いる磯で出走し、7位にハイリージを見せた。エマーソン・フィッティ・パルディの抜けたロータスに加入。手始めにブランズハッチで行われたノンタイトル戦、レース・オブ・チャンピオンズで優勝を挙げる。この年ロータスはニューマシン76をデビューさせたが、後に車の出来が期待外れであることが判明、結局了有。 ドニー・ピーターソンがモナコグランプリで優勝した後に開発中止となり、その後は76のパーツを流用した72位で戦うこととなる。チーム内では1年の経験があるピーターソンの方に文があったが、彼が交代した2レースで表彰台を獲得し、ドイツグランプリでは得意のニュルブルクリンクを舞台に、ピーターソンの0.8秒差でフィニッシュするなど、時折光る走りを見せた。 ピーターソンと共にロータスを買ったが、時代遅れの72位に、もはや勝つための能力はなく、人身事故のため29周で中断した、スペイングランプリでの2位が、唯一の入賞となった。結局イギリスグランプリ前にロータスを去ることとなる。ウィリアムズ時代のいくつ1973年、最終戦以来となるウィリアムズに移籍。しかしアメリカ西グランプリ、ベルギーグランプリ、 モナコグランプリ、イギリスグランプリで予選落ちを喫するという散々な成績の末ウィリアムズを去ることになる。この年はスウェーデングランプリを欠場する代わりにポルシェ936を借り、ルマン24時間レースを制しており、この頃からスポーツカーレースを活動の中心に置くようになったようである。その後ドイツグランプリで起こったニキラウダの事故にて安全管理に不満を示し、 カイ一を引退したクリス・エーモンに代わり母国、オーストリアグランプリを走ったハンス・ビンダーを引き継ぐ、形で、エンサインに移籍し、カイ一復帰。イタリアグランプリ、カナダグランプリで完走するも、世界のトップドライバーに見合うパッケージとはほど遠かった。クレイ・レガッツオーニに代わり、エンサインのワークスカーで、モナコグランプリのみ、スポット参戦して10位。引き続きエンサインで、モナコグランプリ、 ベルギーグランプリ、スペイングランプリ、スウェーデングランプリに参戦したが、好成績を得られぬままでレック・デイリーにシートをタックした。もはや、モナコグランプリにも、母国ベルギーグランプリにも出走しなかったが、フランスグランプリ前にリジェのパトリック・デパイユが、ハンググライダーの事故で負傷して空いたシートに収まった。この年リジェは参照を上げており、再び勝利を伺える、潜在一遇のチャンスだったが、 不運にもシーズン中頃から低迷、5位と6位それぞれ1回ずつの入賞に止まった。最終戦アメリカグランプリはグリッド最後尾24番手で、過労受て決勝に進出したものの決勝レーススタート2周目アクシデントでリタイア、さらにその次の週ではチームメイト、ジャックラフィットまでもアクシデントでリタイア。この年を最後に、回一を去り、リジェノシートは、 リディエピローニに引き継がれた。会一参戦中より活躍を見せており、特にルマン24時間レースにおいては1969年、1975年、1976年、1977年、1981年、1982年と6勝をマーク。これは2005年にトム・クリステン戦に破られるまで長く最多勝、記録であり。 ルーマンのキングと呼ばれた。1982年春日本ダンロップのタイヤ、ルーマン24のテレビコマーシャルにも出演している。BMW1800 でスパ 1000km レース、優勝。BMW1800Ti でスパ 1000km レース優勝。BMW2000Ti でスパフランコルシャン24時間レース優勝。マラドンドラルート優勝。 ルマン24時間レースにも、フォード GT40 で、初出場したが完走できなかった。ジョン・ワイヤーチームのミラージュ・フォードで、リチャード・トンプソンとクミスパ 1000km レース、優勝するなど、スポーツカーレースで4勝を挙げた。ジョン・ワイヤーチームのフォード GT40 で、スポーツカーレースの4勝を挙げた。ルマン十四時間レースにおいて、恒例となっていたルマン式スタートの危険性を避ける。 ためにゆっくり歩いて、フォード GT40 に乗り込み、シートベルトをしっかり締めて、最高尾からスタートし、レースに参加した、全車両を追い抜いて2位のポルシェ908を130メートル差に抑えて優勝。これが、自身の初優勝となった。周囲からは、スタンドプレーと見られたが、実際には単に安全を考えてそうしただけのことだと言う。 実際このスタートでポルシェ917に乗るジョン・ウルフが事故し、事故に巻き込まれたフランク・ガードナーのフォード GT40 はラジエーターを焼かれて長いピットストップを余儀なくされ炎を被ったクリス・エーモンのフェラーリ 312P は一周もせずリタイアとなっている。ルマンでは1971年からローリングスタートに変更された。マリオ・アンドレティ、クレイ・レガツと組んで フェラーリ 312PB を操縦。デート二24時間レース優勝。セブリング12時間優勝。この年6勝を挙げ、フェラーリのスポーツカー世界選手権チャンピオン獲得に貢献した。フェラーリ 312PB を軽いクス前年のルマン24時間を制したのを機に選手権にフル参戦を開始したが、マトラの後陣を敗するようになり、モンツァ1 0 0 0トル。 ニュルブルクリンク 1000km の優勝に止まった。パートナーは、ブライアン・レッド・マン、デレック・ベルト君で、ルマン24時間レース優勝。レース中は終始、トップ走行であった。車両は、ガルフ・ミラー・チュグレーン 8DFV、ポルシェ936で、ルマン24時間レース優勝。ルマン24時間レースで、自社は脱落したが、 チームメイトのポルシェ936に乗り換えて優勝した。ルマン24時間レースで自社は脱落したが前年と同様チームメイト車に乗り換えて2位。この年第一戦から引退し、イゴルマン24時間レースのみ出場する旨、表明した。ポルシェ908、82乗り、ルマン24時間レース2位。ポルシェ936、88に乗り出場した。 ルマン24時間レースで優勝。これは当時史上最多であった5勝目となった。パートナーは1975年優勝時に組んだデレックベル。ポルシェ956に乗り出場したルマン24時間レースで最多勝記録を更新する6勝目を記録。デレックベルとのコンビで2連勝。これがイクスにとって最後のルマン優勝となった。 ルマンのストレートで何を考えているのかと報道陣に尋ねられ、実はあのストレートは一番リラックスするところなんだ。その先の右高速カーブだって、例えばは巻をくゆらせながらでもクリアできるとコメントしたことが有名になった。この言葉はグラハムヒルの走っても走ってもまだ先がある。いつまでこのストレートが続くかと思うと底知れぬ恐怖感に襲われるという言葉を受け、 車両のハンドリングが素晴らしくなったことを表現するために発した比喩であり、イクスはタバコを吸わない。燃費がベースレギュレーションに組み入れられ実際、ポルシェの勝利が確定してからは、エンジン回転数を抑えて、エコランに徹した走行になったことにつき、エコノミックに走るということは、ドライバーに難しいテクニックを要求する反面、面白くない。これで一体観客たちを喜ばせるスペクタクルが、 生まれるだろうかと疑問を呈している。ポルシェ956に乗り出場したルマン24時間レースで2位。スパ 1000km レースで、両友ステファンベロフとが罵突し、自身もバリアに叩きつけられたが無傷であり、この時ベロフを車両から引きずり出したのは、いくつであった。ポルシェ 962C に乗り出場したルマン24時間レースで10位。これが、 最後のルマン24時間レース参戦となった。1981年からパリダカルラリーに出場した。スタートが誕生日の1月1日であるため特別な思いがあるが参加しているのはそれだけの理由ではなく自動車競争の原点があるという理由でもあるという。シトロエンで出場したがリタイアした。メルセデスベンツで出場し5位。メルセデスベンツで優勝。 ルマン24時間レースとパリダカルの両方を、制したのはいくつのみである。ポルシェ 911-4W リーで6位。ポルシェ959プロトタイプで出場。3.2リットル350馬力エンジンを積んだポルシェ959で出場したが岩にぶつかり、フロントサスペンションをもぎ取られてリタイアした。ソビエト連邦製のラーダニーバで参戦。 プジョー 405T16 グレーンを借り、チームメイトのアリバタネンと壮絶な主位争いをする中、同志打ちを恐れた、監督のジャントットの指示により、コイントスで順位を決め、負けたイクスはこの年、総合2位となり、フィザの会長が、モータースポーツを冒涜する行為だ。と激怒しぶつぎを醸した。この年はラーダ21910で参戦し、総合7位で完走。 この年からプジョーに代わって参戦したシトロエンスポールから参戦したがマシントラブルでリタイアした。この年もシトロエンより参戦し総合6位で完走した。カナディアン・アメリカンチャレンジカップにローラ T333CS ボレれでフル出場9戦中5勝をしてチャンピオンとなった。当時としては少数派だが彼は安全に対してもきちんとしたポリシーを持つ。 人物であった。ルマン24時間レースにおけるルマン式スタートは危険であるとしていた。彼は1969年のルマン24時間レースのスタート時、マシンまでゆっくり歩き、シートベルトをきちんと締め、最後尾からスタートした。このようなハンディを貸しながらも、僅差で優勝したことが起因し、ルマン式スタートは廃止された。モナコグランプリの競技役員を務め、 チェッカンフラッグを振る役目を果たしていたが、1984年の豪雨のレースでは、レース中盤に赤旗による打ち切りの判断を下したことが、猛然と迫ってくるアイルトンセナとステファンベロフが、首位走行のアランプロストを追い抜くことを阻止するためだったのではないのかと物議を醸したことも、あった。しかし、レースは視界が全くないほどの豪雨であり、競技側も順位を把握できない。 危険な状態となっていたため、この論争はあくまで噂に過ぎない。ベルギー人は、ドイツとフランスに挟まれて、影が薄くなることが多いことから、同郷の若手ドライバーと会一など、トップカテゴリーの間のパイプ役を務めている。ティエリー・ブルツェーンやベルトラン・ワショー等がその恩恵によくした。1991年のルマン24時間レースに、際しては、松田のスーパーバイザーを務め、 同社の優勝に貢献した。ルマン優勝後、松田はイクスに対して、ボーナスの提供を申し出たが、イクスは、私は松田を優勝させるために契約したのだから、優勝したからといって、ボーナスをもらう理由はないと誇示したエピソードがある。日本人ジャーナリストのジョーホンダと親しい仲であった。あるグランプリでは、コース脇で写真を撮っていたホンダと、パドックで会い、ジョー、あのコーナーでは、 お前の足が俺のクリッピングポイントだったんだぞと冗談を飛ばすこともあったという。1983年にはランボルギーにカウンタック LP400S でフォーミュラ1のモナコグランプリにおけるセーフティーカーを運転、先導した。1985年にはメルセデスベンツ500セルとポルシェ 928S を愛用し、理由に快適性、静粛性、メンテナンスが 容易、多目的に使用できるを挙げている。長女のバニーナもレーサーであり、スパフラン・コルシャン24時間レースや、ルマン耐久シリーズに参戦したほか、2006年からは、ドイツツーリングカー選手権に、フル参戦している。また共にパリダカルラリーに出場したこともある。2006年に行われた、ラフェスタ・ミルレメリアには、アルファロメオ1900スーパースプリントで、エントリーしていたが、 当日は姿を見せなかった。近年は自身の健康上の問題もあり、公の場に姿を現すことは少なくなっていたが、2018年第86回ルマン24時間レースのグランドマーシャルを務めた。ありがとうございます。